では始めますもう最後になりました、えー、最後でちょっと1回も少ないんですけどまとめたいと思います。えー、コレステロールを枯渇するとコレステロールの恒常性を維持するために、えー、作る方の酵素シンターゼリダクターと2つの一足段階の酵素が転写誘導されるとれから取り込むためのエルゲルの受容体も転写誘導されるというので転写制御なので。 配列をプロモーター上から探してきて SRE ステローレギュラトリーエレメントというものが捕まったとでこれに結合するタンパク質転写因子を生成してきたらまあ7年がかりのお仕事でしたけど取れてきて SREBP だったというものが取れましたとでこれが不思議な性質を示して生成したと時にはだいたい6 8キロダウトンぐらいの大きさだと思っていたのに 遺伝子を取ってみるともう予想分子よりもはるかに大きな倍ぐらい大きな分子が取れてきてそれは1 2 5キロダウトン1 2 5キロダウトンぐらいの大きさのものであったとでそれがなぜかというのを解析してみたらハイドロパシープロットというのを取ってみると分子の中央付近に2つの疎水性領域が存在していたということになりましたんでこれは小胞体膜を ヘアピン状でに貫いていてるものであるとま,、まあ、まずはそのこのハイドロパシーからは膜を2回貫いているようなこうヘアピン状の構造が浮かび上がってきてそのどの膜かというのを免疫染色で調べると核の周りが染まってきたのでこれは小胞体膜だと小胞体膜を貫くようなタンパク質で常に合成されているということが分かりました。でこれが <coughs> にになるときは68になる最初は125なのが68になるのはやっぱりなんかタンパクによって切断を受けてるんだろうとこの125の方が一部切断を受けて68になるんだろうということを考えて探していったら。 1>, 1回の1つの酵素1つのプロテアーズで全部消えてしまうというわけではなくて2段階切断だといこのこの辺の切断を受けそうな部位を徹底的に検索してみると2箇所で切断を受けるということが分かったということでこのモデルになったわけです。 こんなふうにまずはこうヘアピン小胞体膜をヘアピン上で貫いていてまず1段階目の切断はこの小体の中に飛び出しているちっちゃなループのところで1回目の切断が起こるとこれをサイト1といいこのサイト1で切断するプロテアーズをサイト1プロテアーズ S1P と呼ぶということが分かったとでさらに次では2段階目の切断はサイト2というところで膜の中に入り込むようなまあそういうことが 推定されるようなところで2回目の切断が起こるということが分かったんですけども <coughs> この辺の解析から1回目の切断1回目の S1P による切断がコレステロールによって制御されていると1回目の S1P による切断はコレステロールがマイナスの時だけ起こるところが2回目の切断はコレステロールがあってもなくても1回目の切断が起こったら <coughs> 自動ねでそこで次は最終的にはプロテアーゼを探してくることが大事になってくるんでプロテアーゼ探しをしましたそのやり方としては、まあ、彼らならではの力技ですけども力技ですけどもチャイニーズハムスターオーバーリセルというまあの技の 1>, 1媒体のものを使ってコレスのロ枯渇オートができないミュータントを取るということから初めて2つのプロテアーゼが取れました S1P というのはここにセリンプロテアーゼ活性中心にセリンを持っているプロテアーゼでここのループのところを接眼すると2回目のサイト2プロテアーゼは膜を8回や膜を貫通しているタンパク質で 膜を,4膜を4回貫通してる膜を回貫通してる亜鉛型のプロティアーゼでこの2段階目の切断を行われるというのが分かっている、まあ、これもすごい長い年月をかけて周年もやってやったらこれ取れたという話ですでこの時にこう徹底的に彼らはミュその高齢層テル枯渇応答ができないミュータントを探したのでやってみるとその中にスキャップと彼らが名付けた 別のタンパク質というか遺伝子もしこのコレスロコカツオートに必要であるとで。でドメインを探してもこういう8回膜貫通型のド構造をしていますけどもドメインを探してもプロテアーゼに似てるようなドメインはないわけですねプロテアーゼとは全く関係ないスキャップというものが必要であったということなのででこのスキャップは 免疫染色してみると核の周りが染まっているので小胞体に存在していてしかもここのお互いに C 末端同士 SRBP の C 末端のドメインとこのスキャップの C 末端のドメインが結合するという免疫鎮してもちゃんと一緒に落ちてくる結合している状態にあるということになったので最後の疑問はなぜコレステロールが枯渇した時だけ SRP による切断が行われるのか。